マーリンズ、ドジャース、18日、マイアミ、ドジャース、大谷翔平選手が、1番、指名打者、で出場。7回先頭の第4打席は右翼の頭上を越えそうな右直に倒れたが、強烈な打球で敵地をどよめかせた。カウント2月2日からのロッタマメ低めのスライダーにややタイミングを外されたようなスイングで打球角度はつかず低いあたりで右翼手に候補されたが、 打球速度176キロ、飛距離105メートルを計測した。この打席は似たまめにも右翼ポール右への大飛球でファウルで場内を盛り上げた。大谷はこの日、大谷は初回の第1打席で左前だ。自打者の初球に6試合ぶり今季49盗塁目となる2投を成功させ今季、48本塁打、49盗塁、とした。3回1死の第2打席は夕日。 1>, 1対0の4回はエドマンのツーランなどで5点を加え、なお1死1塁で大谷が第3打席を迎えたが、カウント2月2日からの5玉目、低めの155キロを見逃し三振に倒れた。